書いてるんですよね、小説。うんうん。りなちゃん仕事は探してんの？家に閉じこもってないでちゃんとしないと。はい。しんいち、どっか行こうよ。新人の清川です。なんで応援してくれないの？なんで？俺がさ、毎日毎日したくもない仕事してる間一体何してた？変われないんだよ。耳障りのいい言葉並べてこんなくだらない方が何になるんですか！普通とかダメとか誰が決めたんですかね。生きてればそれでいいじゃないですか。